今日は、レイズギャップの平和島に来てます。これから抽選ですってことで、戦い4戦目なんでね、今日なんとか、まあ、ちょっと磯さんがどういう状況なんか全然分かってないんで、ただ俺はちょっとこのままやったらクソやばいなっていうぐらいなんで、一回も勝ってないから、え、ちゃうわ、勝ったんか、海で勝ったわ、勝ったわ、じゃあ勝ったんや、お、海で勝ったんや、せやな、だから負け負け勝ちってきてるから、ちょっとここで負け負け勝ち負けってなったらまずいんで、なんとか勝ち目指して頑張りたいと思います。警告状、新章が始まって新たなミッションが与えられました。ロングミッションはなかなか厳しい数字やけど、みんなで頑張ります。ミッション達成で可能な限りの願い事が叶うけど、失敗の時の恐怖収録ってなんや。ショートミッションは月1で与えられ、1回目は5000のサマイ、サダマ勝負、勝者はロングミッションのご褒美アップか罰ゲーム軽減、敗者は全力で磯さんのまでで実践します。だからカメラ撮る位置な、気にしたらあかんっていうのが分かったよ。なんか行っちゃ左行ったら撮りやすいやろみたいな、だからもうそんな気にせずにな、こっちだ、あ、やばいやばい、おはようございます、どこや、ここか、チー、うわやば、ハイパーやんパチンコでもらおうかな、もらった方がいいよな、パチンコに変えましたんで、ゴミハイパーゴミ、ハイパーからのゴミ、あのガロかチャマウトかなっていう感じで思ってます。そのあたりから果敢に攻めていければいいかなと思っております。ピースでおはようございます、お願いします。まあ俺はちょっともう静かな島行こう。まあガロってもうすぐ上がるから、どこにあるか分かるよって、いっちゃん端っこまで来たもんだな、一番端まで来たで、下克上ということで、ガロゴールドストームショーから、実践開始していきたいと思います。最初の1番かなり久しぶりに薄いやけど、とりあえず簡単に打ったら、まあ、3、1、9分の1 で SD の突入率が 61% で入ったら、大体6、そこから 63% で継続していくっていう感じです。まあ、3、1、9やから簡単には当たらんのやけど、スロットに移動したいんで、一応当たり1回は取りたいかなっていう感じ。これゲーム数見えへんの結構辛いなこうやって見えへん、あー緑保留や、いきなり、あ違うんかな、あ緑保留やな、はい21、ちょっとこれは早速チャンス、あ赤あるんちゃう、もう一回ギジいりますね、ギジさん、早速ギジさん、あら、しかもホゼロじゃないよ、うおー、とっ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 と、マジで10、熱いんちゃう、ほんまに、これは、あー、ちょっと待って、ちょっと演武、はい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 、で、色変わらんのか、ちょっとごめんなさい、久しぶりすぎてあれなんやけど、ただ召喚しやんかったからな、せやな、天使で取ったもんな、赤、青いやないかい、早速ピッポッパーが消えるやつやな、これ12回転目、ちょっと寂しいよな、当たったらおもろいけどな、おい、そりゃあかんよな、さすがにきついは、あ、あ、え、そうか、上もあったんや、いやそういう、そういう感じだったん、すげえ面白い今の、思ったら、上もエース見てたらよかったな今の、じゃ
5%。 おで、ボタンブルったよ、とりあえず。あ、でも 5% から動いてほしいな。言うて 5%。 あー、動いた動いた、 10% になった。あ、自家予告じゃない。え、そう、自家予告。うわ、いきなり。でも技術ないもんな。あるかもこれ。 10% やろ今んとこ。はいはいはい、まあとりあえず、うお、ブロってる。はい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 、早速チャンス。110回転目、色緑が、うーん、まあでも全然全然なくはない。頼むよ、当たってくれてもいいよ。あ、動いた動いた。あ、70%よ。おっつわ、当たるやんこれ。しかもリーチも熱いし、これはもろた。小ゼロっていうのが唯一怖いけど、さすがにこの 70% はいけるやろ。あとは文字やな、文字。激安用の色、まあ、派手なリーチやな、かっこよすぎやろ。せやんな。赤、逆にレインボー。あー、緑。おー、出た。おー、当たる、これ絶対。もうおもろた、もうおもろいってるっしょ。あいー、うお、なんか今の何、うそ。なんか一回あったの俺だけ、なんか。いやー、やったぜ。オッケー、110ゲーム、超速い、6本ですね。じゃあ 61% で入るから、もうここで変わってほしいね。ダメか、倒さなあかんな、ぶっ倒そう。やったーやったやった。いや、もう61%やで、対策よくいっちゃおう。たまれー、よっしゃ、オーケー。でかい、でかすぎる。対策いいな、やりました。あ、いきなり見れたわこれ。あ、オッケーオッケー、よし。さあ、ちょっとある程度出玉欲しいな。さあ、こっからですね。ただこれゴールドストームはな、当たったら SH があっても 80% で SH 継続するんやけど、残りの 20% で落ちるんよな。それがちょっと難しいとこなんやけど、まあでも噛み合いさえしてりゃ出玉は一瞬にして伸びる。ただまあ簡単ではないんよな。180回転あるんやけど、120分の1なんで、言うても。はい、もろた、はい、もろた。はい、あれ、ごめんなさい。今俺落ちようだ、引き抜け言われてる。やば、エースやばいなこれ、気持ちよすぎる。はいや、何回転、6回転。うわー、たまらんわ。しかも継続してるから ST、 これで16ラウンドですね。2000発か。2回目、さあサクッといっちゃおう。熱っ、よい、すごいなこれ。え、ここなん、これボリューレンすんじゃん、これだったら引き抜け。あー、やばい、やっぱさっきと違うな。あいすんごい、これもうやばい。しかも16やろ、まだ16で、学園取ってるやろ。あれ、やばい、変われや、変わっていってや。まずい、あー、これはまずいやつ、落ちたかもしらん。まだこっから、こっからあるか、まだ。あれ、あー、あるな、頼む、まだやりたい。さあ、来い、おい、
やばくないこれ、もうちょっと、もう多分終わらんよ。あ、じゃあ絞るか。じゃあ絞っとかなあかん、これ忘れてた。絞っとこう、もう全部絞り切っとかな。終わりたがってるわこれ。はい、あ、入ったこれもう。あー、チーてチンチンってやばい。もうこうしかないやん、こんなん。あっ、30%チャンス。はい、このキャラは嫌や、さっきは良かった、できれば。いや、でもあと一緒、 30% やで。赤だれ、青か、あれ減ったね。なんで完全に減ったよな今。いやー、頼むわ、絞ってんね、こっちは。だー、役目ができへん。やり上げろ。やり上がれ。青ですね。ちょっときついかな。狂ってる、あるあるある。おえー、これが絞り。助かった。やばい、めっちゃ楽しいな。で、変わってください。変わらんね、またジャッジか。まあまあ、でも全然もう残り少なかったんで全然良しです。いや、絞ったのはいいけど落ちちゃいましたね。これ時短100回に落ちました。出そう、テンパレ。あかんか。まあでも言うて4連ですね、4連十分。まあ最後時短落ちちゃったからもう仕方ないとして、出玉も5000発ぐらい出たから御の字です。下克上。はい、ということで、バンジョー3が開いとったんで移動してまいりました。ガロの持ち玉5000発ぐらいで投資が6本なんで全然今は浮いてる状況、このまんま行きたいっていうところですね。幸先よく17メールで対決当たってました、ラッキー。おー、中対決、マジかよマジかよ。うまっす。ここでこの予告音ってなんか引いたんちゃう。すばっ、チャンス目あるよこれ。ここあー、ないか。まあでもカットに出たんでほぼ特訓入ります。ベッド特訓ないか。まあそうよな、多分チャンス目でも上がってるんですよね。だから確定だけじゃない気がする。ベル一発、ダイドっぽいな。返せ。オーケー、うまい、早い。792ゲーム、当然2本さあ、これはでかい。まあノリオで書き換え取ったか、チャッピーのバドミントンの外れで当たってたか、書き換えたか、どっちにせよ OK。 はい、さあ、楽しい AT、ART 始まります。いいね。あ、違う、チャンス目かな。うん、まあいいや。はい、中対決ダビーナス、チャンス目、大丈夫、勝てる。ベル一発いってまい、おら、あかんか。いいね、来たぜ。メイクアップお願いします。
あっち左ファーストあっち、あーくっそ惜しい、ダメ、きついな、惜しかった。タップボス、もったいない。お前ほんましばくでよ、ほんまやばいって、射程のこと指さして俺で、俺このやったのよ、これこれ今やったらこうなるわ絶対間違いないいや逆にいかついやろ、いやでもそれはかっこいいですよ絶対お前心の底から思ってないよあ、でかい稲妻、え、ちょっと待って22? すいません、ちょっと待って、22で何稲妻出てんけど、どういうことや、これ通常 BB じゃない、あっちあるよこれ、あらパンダ注意、ちょっと待って22やろ、いやどうなんか、あれはい違うな、うわじゃあめっちゃ薄いとこ引いたな、22メルで割れたんやけど、まあ、B かチャンスどっちかなんですよね、うわ絶対、まあ、一発の振り上げしかないねんけど、まあ、マジかよ、やった、最終ゲームに MB、 MB 復活、いや絶対通常 BB やと思ったわ、はい185、これずらやん、これ浮くやん、これこの時、あ、あったったー、来たーい、もろた、あー出た、もろた、いや今日結構書き換えがお上手、はい、次回僕はないんか、これは大丈夫っす、もう鉄板、204ゲーム、ありがとうございます、たまりませんね、おっしゃ、はい、パイセン止めちゃってくださいよ、パイセンやっちゃってください、もう絶頂一発やってきたから、詐欺やから、まあほんまもうこういうことか、いやルームもちゃんと取ってくるし、これいいぞ、いいお番長やわ、あらっけ、対決を追い重ねナイツナイツ、あーもろた、もうベル一発引いたら勝ち、一発でいいです、一発でいいやで、もろたサンキュー、いやーもう岩をマジで熱いからルームついてくるから、青かー光れ、そうダメかー、まだ3日目いけるわ、赤い、うわーこれすげー熱いんやけど、赤いが合流格か、合流格か、コンゴエイなんですけど3日目なんですよね、合流格、合流
合流学者。うわめっちゃ熱いこれ。熱いけど、ゴーダイじゃ入らなあかん。あとはとりあえずストックをガンガン取っていきたい。よし、ニアついた。4分の1ニア。約 40%、 OK。 最高。やるやるよ。うわー、ゴーダイジ、ゴーダイジ、ゴーダイジ行ってほしい、マジで頼む。これいる、ゴーダイジ欲しい。煽り行って、とりあえず。頼む、お願い。行け、行け、行け。次、ここ。さあ来たー。絶対染める。絶対勝つ。あいつ誰？さき。メンコの方。メンコ。一ゲーム目。頼む。1ゲーム目ベル引いて 40% イメージ。真ん中かー。だーマジで。まだいける、まだいける、まだいける、まだいける。とりあえず一発ベル引こう。 20%。 うわー続け。3ゲーム継続。おっ、さワンチャン、ワンチャン、耐えてる。なんでやねん。もうそれはあかんわ、もったいない。うわ欲しかったなマジで。あ、いった、勝ったわ。4ゲーム継続。ノリを倒すのはうまいねんな、これまた。おっと熱い、激アツベル、ダビラちゃん熱い。おっしゃ上がった、シェリーです。カーチモンスターいいですよ。黄色じゃない、目に見えてる分はないから、あとは運よくループ取ってるかどうか。ないかー。607枚あっしゃ、弁当。あ、チャンスメイク、中押ししたかったー。まあいいや、確定。たまらんねー。ナイスー。ゴーダイジマジで勝てないんで、とあるちょっと秘訣をやります。時間がない時に限ってやたら引き強くなる説。俺を時間ないっつってすげえ煽ってくれへん。もうやばい、もうあと何分くらい。いやもうあと10分くらいで。あと10分しかない、やばい。ちょっと分待たなきゃ、もうやばいやばい、もうやばい。逆転逆転いけるわこれ、絶対。これはもう絶対当たらん、こんな時間やばいな。早く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 。あざーす。いやー揉むな、揉みすだくな、揉みすだく。 AV のタイトルだったら絶対見るやつやな。133、あっちの出たんだよ。当たり軽いな。本番あとは BB だけやわ。ある、あか、ナイス。大丈夫、赤が出てるから返す。でかい
よーし、単発回避です。最後立ちたいって。7ゲーム目耐えろ。もう出てくんだ出てくんだ。あーもうあと1ゲーム耐えたら。中対決もらったよ。言うて多分番長ってなここ感度いいと思うねんな多分やけど、ちょっとまあちょっと反応するはずやから、まあ、レインボー2本いかるし前期大事やし、ちょっとなながらプレイっていうのもやっぱ熱いやん。ほらこういうことやわ。あかっ、びっくりびっくり。よし2発いけ頼む。なあマジでもう強すぎるって。ただの変態やったんやけど俺。あるかまだないのか。最初のループがない。背景何も出やんか。いやー悔しいな。もう大事がマジ悔しい。いやー飲まれそうやな。やばいな。うわ序盤やん。マジかマジか。いいな。チャンスチェリーやっぱあるかなこれ。マジか。いやーチャンスチェリーこれカウンター割れないんでかいっすね。よし。いやーチャンスチェリー久しぶりにいいだ。457ゲーム。よっしゃー。ちょっとハマってしまったけど全然いい。あっとい面骨か。さあお願いします。1ゲーム目ふんどめし。でも勝てるはず。涙しあっち MB でいいです。続け3ゲーム続け。耐えろ。嘘やん。複雑複雑やけどゴリやすい。アドミントさっきのメイクしとめやな。ちょっとゴー大事でマジで頼む。チャンスメン下がった。4ゲーム継続。珍しいなこの珍しいプレミアみたいんけど初めて見た。これで3まで勝って。いやーこの豪遊学ステージと BB の天国が絡んだらマジでどえらいくなるからな。それを1回見せたらいいんやけどなかなかうまいこといかへん。間に合って出る。いやーまずい。ここで行ってて次引いた6で行く。うわマジか。もうなんだかいろいろな。じゃほんま頼む。
いや今何連敗してんねやろな俺ゴーム大臣7連敗ぐらいしてんじゃない。セル対決終わってんねんけどな結構やばい滑ってもだ今レバーミスか中はいらんねんて。泣きが入ってるぜ。まあ全部長屋あー一発引いた最後の最後に4分の1長かったに頼む白いあーあー684燃やすさーくっそーやめよう多分やけどあそこでやめたらよかったっていう風になると思う。これはただまあもう時間も余裕で終わりの時間過ぎてるんで終わります。まあ浮いてるし全然いいです。グラフだけ見ますか。結構すごいっすよ。だいぶ揉んでるでしょ。もうずっと揉んでる一日でしたね。すごい逆にすごい。おしまい。ということで、ね、出玉紹介していくんですけどバーンスリーが結構半分ぐらいしっかり出てますね。なんか両方俺の両隣はしっかり出てるしその横も横も極端に下がってるグラフがないんで結構状況いいと思います。ドキドキがこれはえらいこっちゃっすね。久しぶりにちょっとこの光景を見た気がする。でまあ凱旋はいつも通りですね。いつも通り強い。まあ結構雑いように言ってますけど本当にいつも通り強いって感じです。安定してる。あーブラッドプラスすげえ。うわこれ全体系ちゃう。誰がどう見ても全体系ってやつかもしれん。マノツーも、うん、半分ぐらいしっかり出てる感じ。リングリングいいな。リングとあと笑うセールスマンが多分全体系やと思います。あと AKB もからこの辺の少数自慢が強いな。で今日ちょっとハーデスは残念な感じなんですけど窓マギの初代もしっかり積んでレースあって転生とあとサラバン。サラバンでは六角の報告がありました。の少数自慢もしっかり出てるような感じで聖夜は安定してる。安定してしっかり出てる台が出てくるって感じで、まあ今回も全体的にかなり強いで特に今回は上手島が結構言わせてたかなと思います。下克上。おはようございます。朝です。寝落ちしちゃいました。あの僕東京とか福岡の時の実践の時ってあの弾丸で日帰りで行ってるんですよね。だからその新幹線が出発する駅まで車で行ってるんで4時起きなんですよ。まあ決してその死ぬアピールとかしてるわけじゃなくて、だからで4時起きしてで弾丸でスロット打ちに行ってで帰りに帰ってきたら大体まあ10時とか11時とかなんで寝落ちしちゃいましたなんで朝です。で、レッドキャップさん実戦終わりまして、投資がねまず、ガロとガロゴールドストーンとあと番長打って、どっちも結構投資はかなり少ないかなり少ない投資でした。で、ガロが500発の5900発でまずガロで、ごめんなさい演出全然知らなくて途中でもやっぱ今でもすぐにパッと思い出すのがチーってうんってきてそれはチャンスやねんけどチーってきてさっきもうこうしかないなみたいなそれしかもう思い出せないですけど、あとはまあバン3で、投資188枚で回収525枚なんで、勝ちました。低投資の、バック低投資のおかげで勝てました。で番長3はね絶対あった。あれは上です。ほぼ間違いない。で上の中でもその引き戻しとかが全然なかったんで、偶数ではない。プラス32ベルもなんかちょいちょい超えるあたりなんか豪臭いなっていう。だからあの BB 全然いけなかったんですよ。すげえもったいないことしてるなっていう気がしました。多分あれを BB をもっと確率通りにジャンル引けてればしっかりと伸びたんかなとは
というふうには思ったんで、ちょっとね、豪大寺をしっかり仕留める特訓をせなあかんだというふうには思いましたね。はい、ということでちょっと二度寝したい気持ちもあるんですけど、ちょっと頑張って起きてまた豪大寺に仕留める特訓したいなと思いますということで、今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。お疲れ様です。おやすみなさい。みんな最後まで見てくれてほんまにありがとう。もしよかったらチャンネル登録とグッドボタン押して入ってください。あ、もしよかったら、Twitter のフォローもよろしくね。ってことで、次の動画も見てくれたら嬉しいです。